実力者同士の対戦となります。第3試合スーパーバンタム級の8回戦ラウンド1。今ゴングが鳴りました。まずはジャブを打っていったのは赤の福井勝也です。シルバーのトランクス、青のパンチンググローブが花房博樹。この試合の解説も元世界チャンピオンの飯田聡さんです。飯田さん、互いにポイントは前の手、左のジャブという話をしていました、うん、はい。まあ、スタイル的にも、似ているところもありますからね、はいはい。まあ、そのスタイルが似ていて、まあ、やりやすさもあるという話をしていたのは青の花房です。お、はい、ジャブ打ってきました。さあ、ただこのジャブの多彩なジャブを打ちながらしっかりとフットワークを使っているというのは赤の福井です。ジャブ、ここはジャブの打ち合いになっていますね、うん、右、さあ花房の右、ジャブからの右、コンビネーション見せていきました。アマチュアでの実績が十分な2人の対戦です。プロでのタイトルは青の花房、全日本の新人王にも輝いています。このタイトルのある花房に対して赤の福井はしっかりと挑戦者という気持ちで、チャレンジしていきたいという話をしていました。まずは落ち着いた立ち上がりになってますね。まあ、そうですね、本当に様子を見ながら、ジャブの付き合いになってますね、まあ、花房、青の花房のポイントとしては手数を相手よりも出すという話をしていましたが、ここは赤の福井がしっかりと手を出しています。ジャブ、これジャブで多彩な攻撃をしたいという話をしていた青の花房です。ボディ、左のボディ。いや、赤の福井も、まあ、3戦目で、欄干に挑戦、まあ、はい、ファンが見るところとしては福井はどういう勝ち方をするかというところですけども、まあ、この試合もやっぱり花房、はい、いい実績持ってますからね、はいはい。ここまでプロとして12戦戦って8勝を挙げています青の花房、シルバーのトランクスです。まあ、プロでは本当に実績というか、まあ、キャリアの差はありますよね、はい。まあ、その経験を強みにしたい、自信にしたいという話をしていました。ただここは左のボディ、赤の冬が打っていきます。青の花房、12戦のうち海外での試合も結構やってますからね。そうですね、海外での試合も多く踏んでいます。度胸はありますよね、はい。赤の福井は今日が日本人とやる初めての試合ということで、非常にその辺も楽しみにしていた福井です。白のトランクスです。残りが第1ラウンド30秒を切っています。まずは手数を多く出したいと話していた、 おっとここは赤の福井、いいカウンターになりましたね。カウンターを、はい、狙っていきました、うん、ジャブの差し合いから互いが狙っていきます。残りが10秒を切っています。さあ、ジャブ続けていきました。ジャブ、第1ラウンド終了です。赤コーナー福井勝也、定見事務所属、1996年9月7日生まれの24歳、東京都世田谷区出身、デビュー2019年9月、戦績は石川県河北郡内灘町の出身、花房博樹です。三兄弟の末っ子、長男の幸也さんは元日本ランカーのプロボクサーです。その幸也さんの影響でボクシングを始めました。アンダー15では3度の全国優勝、そして内灘高校にはボクシングがなかったんですが、唯一の部員としてかしみボクシングジムで鍛錬を積み、そしてインターハイでベスト8の実績を残したこの花房博樹です。2回目、ラウンド2。8回戦の第2ラウンドでゴング鳴りました。先に手を出したのは赤の福井です。ジャブ、互いにアマチュア時代からの違いというのを話していたんですが、そのグローブの大きさが違うためにディフェンスの意識が高まったという話をしていました。特に赤の福井はそのディフェンス一発で倒れることがあるのがプロだから、非常にディフェンスの意識高まったという話をしていました。冷静に見て戦っているのが赤の福井ですよね、で積極的に攻めているのが青の花房、うん、はい。まあ、ただ試合前のプランとしては、まあ、両者ともにプラン通りと
という戦いになっています。手数多く出したい花房、対するは冷静にしっかりと距離を取りながらパンチを出していきたいという赤の福井です。今も左のコンビネーションを使っていきました。おジャブの差し合い、いや本当にジャブの差し合いだけでこう見応える感じですね。ここは強く打ってきました。ジャブ、この両者ともにポイントに挙げていたジャブ、飯田さんから見ていかがですか。私はあの青の花房の方をデビュー当時から見てるんですけども、はい、ジャブのバリエーション、ジャブの強さの引き出しですね、はい、もっとあるといいなと思ってたんですけど、はい、今日の花房いいですね。あ、そうですか、うん、まあ、そこを重点的に意識して取り組んできたという青の花房です。ジャブの、攻撃としてしっかり使うジャブであるとか、はい、あとバリエーションですねがちょっと少ないなと思ってたんですけど、今日は本当にしっかり伸びた強いジャブ打ってますね。非常にその成果が出ている青の花房、ただ赤の福井もしっかりとパンチ返していますね。もう赤の福井はやっぱりもうジャブもう最初からこう、まあ、武器というか、はい、アマチュアの頃からいいですからね、はい、さあ両者ともに良さが出ているという第2ラウンドです。ワンツー打ってきました青の花房。赤の福井がやっぱりこう左ジャブリードですね、うまいんで、そこでちょっとこう最初から後手に花房が回るんじゃないかと思ったんですけども、はい、ジャブの差し合いも本当にいい差し合いしてますね。非常にこう拮抗している両者の戦いです。まあ、福井はまだ様子を見ているというか、こう徐々に徐々に合わせていこうという感じありますよね、はい、なんでここから徐々にエンジンがかかるのが福井だと思いますね。さあボディにしっかりとパンチを打ち込んでいます。ただ花房もしっかりと手数返しています。じりじりと距離を詰めながらパンチを出すのが青の花房、シルバーのトランクスです。ボディ、ただガードをしっかりと高く保って福井もガードしてますね。まあ、これ両者とも左手前の手のボディ打ちもうまいんで、その辺のもう打ち合いも面白いですね。ジャブの付き合い、また左ボディの差し合いですね。まあ、青の花房は KO で勝っている試合は左のボディが多いという話をしていましたので、非常に強烈な強力な左のボディを持っています。両者ともにいいところを出している第2ラウンド終了です。繰り返しお客様にご案内お願い申し上げます。ここまでのご協力ありがとうございます。場内ではマスクの着用を忘れずにお願い申し上げます。また座席の移動も禁止となっております。ご入場の際案件にお客様の個人、飯田さんからも非常にいい左のジャブが出ているという赤の福井です。しっかりとジャブを伸ばして顔面にパンチを当てています。飯田さんいかがですか。いや、いいですね、綺麗だし、あとやはりこうディフェンスもらわないっていうのはやっぱり福井、花房よりも一枚上手になってますよね。このディフェンスの意識もプロになって高まったという福井勝也です。ここまでプロ2戦は2ラウンドで KO 勝利していますので、この後の第3ラウンド以降はプロで初めての領域ということになります。3回目 Now round 3。さあプロとしては初めて第3ラウンドのリングに立っています赤の福井。飯田さんからも非常にいいジャブが出てリズムよく戦っているという話がありました。花房としてはここからどう戦っていけばいいですか。いや、まあ、今まで通り、こうですね、この頭の振りはもっとあるといいなと思いますけど、この、頭の位置を変えながら、しっかり、速い強いジャブを打っていって、ボディ、ボディからの左、中に入ったらやっぱりこう左ボディにつなげたいですよね。非常にいいリズムで今カウンターを狙っていったのは赤の福井です。アッパー狙っていきました赤の福井。花房としては左のジャブからリズムを作って左のボディ起点にしていきたいという話をしていきました。右打っていきましたがここはガードしています。相手よりも手数を出していきたいと、チャレンジャーのつもりでいきたいと言っていた青の花房です。ここも福井が冷静にジャブ出していきますね。ジャブ数も多いですね。スムーズに出てますよね福井の、福井がしっかりとジャブを出していっています。花房が打ったところに左のボディもしっかりと福井が打っていますね。ただ花房としてはしっかりと前に出てパンチを出していきます。福井のジャブが顔面を捉えてますね。で、まあ、そこからうまくこう右につなげられるかですね。今のところやっぱりもう一つちょっとまあジャブで、まあ、花房の良さもあるんで、右まではなかなか
つながってないですけども、うん、ここからはじゃあ福井とすればそのつなげるところと、そうですね、右ストレート、あと左ボディにどうつなげていくかですよね。福井としては武器は右のストレートという話がありました。どこでその右のストレートにつなげていくか、まずは左のボディ2発打っていきました、赤の福井です。あと強引に来るアッパー来た時は、赤の福井右のカウンター打てますからね、頭を照らしながらのやつですね、こ うまくフットワークを使いながら右のパンチを出していますよね、うん、さあジャブ、さあ福井が徐々にこの第3ラウンドリズムを掴んできたか、うん、アッパーも狙ってきてますね。そうですね、頭が下げたところはもうしっかり右のアッパー合わせてますね。ただ花房も今右を打っていきました。非常に冷静に戦いを進めている赤の福井、白のトランクスです。第3ラウンド残りが30秒、花房もワンツーと打っていきます。2018年のスーパーバンタム級全日本の新人王は青の花房です。対する赤の福井はここまでプロ2戦2勝2つの KO 勝利、さあアマチュア実績が十分な2人の対戦、さあここは両者打っていった、右出ましたね、さあ福井の右打って、さあただ聞いてない、もっと来いよというジェスチャーを見せました花房、ね、うん、徐々にパンチが出ています。第3ラウンド終了です。ラウンド終了間際に非常に右が出ました赤の福井ですが、こうプロとして初めての第3ラウンドを迎えた福井、いかがでしたか。いや、まあ、全くその冷静であるし、もちろんその、新しいラウンドではありますけれども、はい、十分スタミナ強化であるとか、まあ、しっかり8回戦ですからね、はい、その準備はしてきてますからね、はい、またこう冷静にしっかりとパンチも出てきてますもんね、うん、そうですね、了解、セカンドアウト、この3ラウンドの終盤に当たったパンチ、花房効いてますかね、ダメージ。いや、そうですね、あの逆にこう効いてないというジェスチャーからすると効いたのかなと思いますよね。いいパンチだったのは間違いないですよね、非常にいいパンチが入りました。ただその後に花房も効いてないよという大きなジェスチャーを見せた第3ラウンドの終了前、ただここ左のアッパー、ワンツーさあまとめてくるか、回転数を上げてきた、左のジャブも非常に多彩ですね、うん、さあただ花房も左のジャブ打っていきます。いや、花房もいい戦い方してますよね、うん、互いにいいところを出しているんですが、ただ福井のパンチが顔面を捉える回数も増えてますね、うん、アッパー狙っていく右の福井、まあ、花房ガードもいいですからね、なかなか、福井も右ストレート打ち込めないですよね、そうですね、この第4ラウンドになって花房がちょっと前に出てきてますね、さあただここでボディ打っていく、福井もここでボディ、おっと花房右打っていった、右のストレート、さあただ花房が打っていったところカウンターも福井は狙っていますね、まあ、福井は下がりながらのカウンターも打てる選手ですからね、左フックですね、距離を詰めてくる花房に対してしっかりと冷静にカウンターを返していく赤の福井です。これが前半の4ラウンド目、リズムをこううまく取りながら相手にパンチを出していこうという花房、しっかりとかわしたのは赤の福井です。左のボディ、ただここはしっかりとガードをしていました。この左のボディも多く打ってますね、うん、福井が、花房の動きをやっとこう、まあ、見切ったというか、うん、慣れてきた感じありますね。そうですか、うん、さあジャブもパンチしっかりと当たっています。花房としては一貫としてこう前に出てしっかりとパンチを打っているんですが、リズムに乗り切れないという形ですかね。福井がやっぱり足がうまく使えてますから、 うまく外し、まあ、今みたいに横に回るとか、そうですね、横に回ってボディを打っていきました。アッパー、さあ後に当たった右のアッパー、福井当てていきました。さあじわじわと当たっているパンチ、ダメージが効いてくるでしょうか。福井としてはこうプロとして3ラウンド4ラウンドと初めての領域ですが、非常に落ち着いてますね。落ち着いてますよね、ボディしゃがんだところに左のジャブ打ってきました。福井気味に打っていった、
花部さん、相手を追いながらこうパンチを打っていきますが、右のアッパー、このアッパーが非常に多くパンチ当たっています。まあ、序盤はやっぱり、福井の方もプレッシャーを、かけてくる花部さんに対して一瞬こう下がらないっていう、はい、足の使い方でしたんですけども、まあ、福井はこのちょっと今も見せたようなフットワークですね、サイドステップ、これがやっぱ上手いですからね。さあ、前半の4ラウンドが終了です。井田さん、花房としてもいいところは出てますか？まあ、いつも通りこう強気でこう前に出ていきながら、ジャブ打って、そこからやっぱりストレートボディにつなげたい、つなげれたらこうさらにまたリズム乗るんですけども、やはり福井もらわないですよね。そうですね、足の使い方うまいですね。うまくこうかわしながらという福井なんですが、まあ、青の花房は前回ユースのタイトル5ラウンドで KO 負けしているということで、この5ラウンド目非常に勝負になる花部さん、ひろきです。5回目。 Now round 5。 さあ、8回戦の後半5ラウンド、今ゴング鳴りました。ポーンとグラブを叩いて相手にパンチを出していったのは青の花部さん、花部さん、ちょっとこう、エンジンかけ直したって感じですかね。そうですね、強気で出てますね。ここはまあ、どんどん攻めていくという花部さんです。ワンツー打っていきました。また一つこう頭を振りながらジャブを打っていこうという花房です。右、ここは大きな右のフック気味なパンチを打ってきました、青の花房です。福井としてはボディ、さあ向かってきた花房に対して左のボディ打ってきました。いいボディ入りましたね。相手が攻めてきたところにしっかりと左のボディ、第1ラウンドからよく当てています赤の福井。ジャブワンツー打っていったのは青の花房です。ただしっかりとガードも硬いですね、赤の福井は。しっかりとディフェンスも鍛えてきたという。さあ、右のフックからの右、左のフックからの右、赤の福井が打っていきました。ボディ、徐々にコンビネーションというのも見せてきているのが右、赤の福井です。ボディ、わあ、さあ連打で返していった赤の福井、アッパー狙っていく。後半になってよりその冷静にパンチ、ただ花火も返していきます。アッパーも打っていって打っていく。ジャブ、花火さんもパンチいいですよね。いいですね、当てて近づいたところのこの右フックも花火さんの武器なんですよね。さあ、徐々に花房もこのグラウンドリズム掴んできたでしょうか。ただこのジャブ、福井のジャブもまたしっかりと効いてますね。この花房に来させないようなジャブというかありますね。ワンツー打っていきました。さあ、ワンツースリーと合わせていった赤の福井です。赤の福井、この細かい連打いいですね、コンビネーションいいですね。ジャブ、ジャブからの右、ワンツースリーと続いていきますね、パンチが。花房としてはそこまでこう福井のようにパンチを出していきたいというところでしょうか。第5ラウンド残りが40秒切っています。福井もスタミナにも問題なさそうですね。まあ、全く問題ないですよね。非常に冷静にパンチを出していきます。アッパー、非常に冷静にパンチを出しているのは赤の福井です。フットワークもしっかりと使って攻めています。第5ラウンド残りが10秒です。左を大きく打った後、右打っていきました赤の福井です。さあ、第5ラウンド終了、残りは3ラウンドとなります。ここまで非常にいいリズムで試合を進めています福井克也です。駿台学園高校時代は3年時にインターハイ優勝を果たしたこの福井、コンビネーションで見事なパンチを当てていっています。
あ、そして東洋大学の先輩にあたります世界チャンピオンの村田亮太選手もこの福井、後輩の福井の試合を見ています。この先輩の前で勝利なるでしょうか。福井勝也 KO で勝てば3戦連続となります。さあ残りが3ラウンドとなりましたが、花房としてはこうどう攻めていったらいいですかね。まあ、序盤、すごくこうジャブですね、はい、の差し合い、いいなと思ったんですが、また若干ちょっと伸びが、ジャブの伸び切れですね、はい、がちょっと、落ち着いてきちゃったかなというのはありますね。しっかりやっぱり、福井のジャブいいですから、それに打ち負けないジャブから組み立てた、てればいいですよね。なるほど。アッパーからのコンビネーションを見せていったのは分からない。早い。うん、まあ、花房もこのジャブというのを磨きをかけてきたと話していたんですが、うん、まあ、その良さというのも出ている花房です、うん、ただそれ以上に良いというのが赤の福井です ね。右打ってきたところに返していきました、まあ、ジャブしっかり長いジャブですね、花房も出せるといいんですけど、ちょっと一つ、近づいていってから出そうとすると先にやっぱり福井の方がコンビネーションですね。そうですね、合わせるようにこうリズムが合っているかというような赤の福井です。ボディ、うん、さあ花房もボディ打っていった。さあそこに合わせるようにしているのは赤の福井、ただ花房も手数を多く出していきたいとポイントには掲げていました。さあただ福井がワンツースリーフォーと打ち返していきました。ジャブ、今もポイントを取る、コンビネーションですね、赤の福井力まずスピードでこうボディ上手打ち分ける形ですね。無理に倒そうというよりはしっかりとパンチを当てていこうという、打ち抜くときは打ち抜く、右も準備してますし、はい、やっぱり今みたいなコンビネーションポイントを取るところは見せるところは見せるというのを、使い分けれてますね。この赤の福井なんですが、大学時代に右手の甲を骨折した際に左手で練習しかできない、うん、そういった時期に左手の使い方を学んで上達したという話をしていました。その練習してきたその左非常に効果的に出ています。またの福井です。ここもワンツースリーフォーとパンチを出していった福井、ボディを打ってきたところに左のフック返していった赤の福井。花房としても左のボディを先ほどから多く打っています、うん、パンチの効果はどんどん増えてますよね。さあただ両者ともに相手を一発で倒すパンチ力は持っています。青の花房も左のボディでここまで KO を奪ってきました。赤の福井はここまで2戦2勝、そのうち2つ全てが KO 勝利。青の花房も8勝のうち3つの KO を奪っています。左のジャブ、左のフックを返していったのは赤の福井。いや、福井が少しちょっと余裕を見せ始めました ね、うん、さあ花房パンチ打っていけるか。第6ラウンドまで終了しました。赤の福井が非常に冷静な試合運び見せています。非常に落ち着いた試合運びを見せています福井です。飯田さん、採点的にはどのような形になってますかね。あ、やはりこう冷静に、相手のパンチをもらわずにしっかり当てていってる福井の方がリードしてますかね、うん、そうですか。青の花房としてはダウンも取っていきたいという戦い方になりますか ね、ちょっとこのままでいくと、ポイント的にはこう遅れ取ってるかなと。やはり一つダウン取りたいですよね、うん、残りは7ラウンド、そして8ラウンドと2つのラウンドとなります。花房の反撃なるでしょうか。さあ残りが2つのラウンドとなります。第7ラウンド、ただまたジャブをしっかりと福井が当てていっています。さあ左、花房としては前に出てしっかりとパンチ当てていきたいところです。さあ連打で打ったのは赤の福井。全日本新人王にも輝いた青の花房、現在日本ランキング19位という花房です。まあ、そのランカーに対してもしっかりと戦いを見せているのは赤の福井です。
ジャブ、ワンツーと打ってきましたが、しっかりとガードしている青の赤の福井です。福井もここは打ち抜いていきます。いやー、3戦目とは本当思えないですね。あ、そうですか。非常に冷静に戦っている赤の福井です。はい。またディフェンスの意識も高くなったという話していましたが、赤の福井、ナイスアッパー、いかがですか。いや、いいですよね。で、無理をせず本当にもらわない中から、しっかり当てていく。で、どん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 こうエンジンの回転数を上げていくみたいな攻め方、いいですね。こう相手を牽制する左と、しっかりとコンビネーションつなげる左と打ち分けている赤の福井です。ボディ、やはりまあ以前はそのアマチュアからプロになると、プロにこう変えなきゃいけない、プロ仕様にするみたいなことをよく言われたんですけども、はい、今もアマチュアもヘッドギアないですからね、大学生は。ただ花村さんも右返していきました。いいですね。今のパンチをこう続けてコンビネーションで打っていきたい、ところですか。そうですね。あ、ただボディボディと赤の福井を前でいたいですね。花村さんの方は出たいですけど、あ、ただ来い来いというジェスチャーを見せました。さあ、気持ちを見せている青の花房、左のボディ、ボディアッパー気味に打っていきました。青の花房、赤の福井のパンチを受けた際には来いよ来いよというジェスチャーを見せました。持ち返ってる。さあ、右、福井の右。いや、福井冷静ですね。冷静ですね。いや、花房も気持ちは見せているんですが、そこに冷静にパンチを重ねています、赤の福井。ジャブを打っていきます、青の花房。赤の福井は、おー、アッパー。さあ、徐々に、あっと、ここで、はい、ラックラスリップです、スリップです。押さえつけましたね。押さえつけたというレフェリーの、おー、右、さあ、合ってきた。いや、右で始めましたね、福井。合ってきましたね、リズムが合ってきました。さあ、ここは KO 勝利になるんでしょうか。赤の福井 KO 勝利ですと、デビュー以来3戦連続の KO 勝利となります。青の花房としては、さあ、ボディ、おー、引いた。ふらついた。さあ、まとめるか、まとめるか。残りが20秒。引いているか、引いているか。引いてますよ。アッパーが入りました。花房、引いてますよ。さあ、花房、うわ、意地を見せた、左。顔面を捉えている。花房としては、2戦連続の KO 負けというのは、避けたいところです。ただ、福井冷静ですね。いやー、もうこの冷静に弱らせて、弱らせてですね。ただここしっかりと耐えていった花房。勝負は最終8ラウンドに向かいます。また冷静にまとめるときにはまとめるという戦いを見せている赤の福井、まあ、対する花房も先ほどのラウンド非常に気持ちを見せてきましたね。まあ、しっかりと前に出て攻める、倒す気持ちで向かっていきましたね。まあ、最終ラウンド、花房勝ちを目指すとすればやっぱりダウンを取りたいですよね。取りたいところですよね。まあ、攻める花房、そして冷静に試合を運ぶ福井、最終8ラウンドに進みます。ここで勝者が決まります。8回目ラウンド8、 Now last round。 後楽園ホールからは拍手で送られました。最終第8ラウンドです。プロ3戦目の福井、3連勝なるか。対する花房、前回は日本ユースのタイトル戦で敗戦、この試合を再戦と非常に気合いを入れて臨んでいる石川県から乗り込んできた花房です。右、さあ、来たところにしっかりとアッパー狙っていったのは赤の福井です。ジャブ、両者ともに世界チャンピオンを目指しています。そのためにしっかりとこの試合は勝ちたいという両者です。最終ラウンド、いや、福井は冷静にこうジャブ打っていきますね。いや、距離を取りながら、本当にもう本当に3戦目とは思えないですよね。非常に落ち着いた試合運び。花房もこう行きたいんだけども行けないような形ですね。まあ、ディフェンスですよね。距離を取ったり、しっかりジャブで抑えたりですね。で、あとはやっぱ足を使うのも上手いですから、横に動く、またこうフットワークの、はい、そうですね、フットワークでサークリングするという、左から右と打っていく、ワン、ツー、スリー、フォーと、さあ打っていく。ただ花房も返していきます、返していきます、意地があります。日本ランカーとしての意地、花房見せている。さあ右、さあ福井もまとめるか、ワン、ツー打っていきました。お、福井も倒すパンチ右出し始めていますよ。この得意な右のストレートを見せています。
花房としてはなんとかダウンを奪ってポイント、そして KO 勝利目指したいところです。ただ右の、うん、右から右のストレート打っていきます。左からの右のコンビネーション見せています。赤の福井です。ワンツースリーと打っていきます。花房も返していきますが、福井がしっかりと距離を取りながらガードしています。さあ最終ラウンド残りが1分というところです。ボディ右、さあここは決めに行ったパンチか左、うん、この多彩なパンチを見せていますね。アッパーアッパー打っていきます。あっとここはレフリーが注意をします。残りが45秒です。プロ3戦目の福井、日本ランカーの花房相手に非常に落ち着いた試合運びを見せています。まさに実力者同士の戦い。残りが30秒、最終ラウンドです。花房も前に出ていく、うん、さあ気持ちを見せたい花房。やはり冷静に返していくのは赤の福井です。残りが20秒、右バッと効いている効いている。さあ右のパンチが入った赤の福井。残りが14秒、まとめていくか。ただ冷静に冷静にパンチを出していきます。左花房もパンチを出していきます。最終ラウンドまで戦い切りました。勝負は判定となりますが、後楽園ホールからは両者に大きな拍手が送られています。いや最後も福井がいい右のパンチ当てましたね。そうですね、いやまた花房も最後まで、打ちに行きましたね、こう花房も日本ランカーの意地というのを見せてくれました。勝負は判定となります。花房もらしさは見せていましたか。そうですね、いやとはいえやっぱり福井のうまさ、試合運びの良さありましたね。最大の結果をお知らせいたします。ジャッジ福地雄二79対73、ジャッジ染谷道明同じく飯田哲也80対72、3対0の採点をもちまして勝者赤コーナー福井勝也。終始優位に試合を進めた福井勝也、見事デビュー以来3連勝を飾りました。